こんにちは。今回の舞台はチリ第二の都市とも言われるコンセプション、首都のサンティアゴから340キロ、山側からドライブして港町までやってきました。まだ運転はぎこちないですが、久々の海の景色にテンションが上がります。やった。コンセプション近くのトメという町にはシーフードが有名で、町中でいろんなシーフードを見ることができます。トメの街中でどこかシーフードランチを食べれる場所を探していると、カーニをたくさん売っているおばさんを発見しました。カーニおばさんだ。やったのことでレビューのいいレストランを見つけました。こちらはチリの街中でよく見かけるソパイピーヤという揚げパンです。よく街中などで売られています。ソパイピーヤはペブレという辛いソースとコリアンダーが入った玉ねぎの酸味のあるソース、どちらかをつけていただきます。こちらトメでよく食べられているシーフード入りのエンパナーダです。熱々なので気をつけていただきます。たくさんのシーフードが入っていて、私はこれはチリで一番美味しいエンパナーダでした。続いてはいろいろなシーフードが贅沢に入った熱々のスープです。マリカルカリエンテ、マリカカリエンテ、マリスカカリエンテ、マリスカカリエンテです。おいしい、美味しい、美味しい、うん、ナイス。シーフード三昧、嬉しいね。味が染み込んでる、美味しい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。スープにはムール貝やアワビ、いろいろな貝、マチャスという地元の貝など、贅沢にシーフードがたくさん入っています。すごい、アワビも入ってる。そう、もう具沢山なの。うん、美味しい、美味しい、すごい、海の味がする、ね、そうだよね。こんなに入ってるスープないよ、贅沢、ね、贅沢。うん、続いてはカニの身がたくさん入ったカニグラタンです。How do you call it? Sorry. パステルデハイバー。パステルデハイバー、すごい、すごいカニがいっぱい。カニ、The crab we call カニ。カニ、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 カニ。It has something to do with カニカマ。あ、カニカマ、yeah。カニカマ is、yeah yeah yeah。So that's like artificial crab。美味しい。美味しい。すごいカニグラタンだ、贅沢。カニグラタン、めっちゃ美味しい。めっちゃグラ、めっちゃ、めっちゃいい子。1階が魚屋さんになっていて、新鮮な魚介類を提供しているこちらのレストラン、チリで一番美味しかったです。トメにはいろいろなシーフードマーケットがあって、セビーチェや海藻、カニなどが売られています。友達のロイがお家に招待してくれることになり、海藻のルチェを購入。ビーチでアルゼンチンからバンライフしている老夫婦に出会い、車内を見せてもらいました。キッチンにはガスコンロ、シンク、ダイニングテーブル、大きな冷蔵庫もついていて、電力もとっても強いキャンピングバスでした。またどこかでお会いしましょう。夕焼けの中、ロイの家があるコンセプションに向かいます。合流車線、入れたね。やべ、入れねえと思って後ろ見たらさ、あのロイがゆっくりしてくれて、入れてくれたよ。ありがとう。ありがてえよ。ロイずっとついてきてほしいよ。夜ご飯はロイの家でパンチチャロネスというパン、ハイバというカニ、オリーブやチリ産ワインを振る舞ってくれました。ビノブランコ。ロイ。ロイ、あ。バハティーゴ。バハティーゴ。カンパイ。ああ。ロイ is making champion breakfast. Desayuno de campeones. Uno de campeones. Uno de campeones. De campeones. De campeones. Campeones.デサユノでチャンピオンです。チャンピオンの朝ごはんを毎日食べさせてくれました。ロイに教えてもらった朝ごはんをバンライフしている今も食べてます。朝ごはんの後はコンセプションツアー。朝ごはんで食べた蜂蜜は近所の方が作っていたということで、とっても美味しかったので、私たちも直接生産者から購入させてもらうことになりました。800円ぐらいでした。
その後はホームセンターに行って料理用のガスタンクの蓋を買いに行きました。ちょっとどれが合ってるかわからなかったのでロイに一緒に来てもらって選んでいただきました。何から何までお世話になっています。日曜日だったのでコンセプションの近所の新鮮な日曜朝市に行きました。果物や魚や日用品などありとあらゆるものが売られていました。とっても威勢が良くて活気のある市場でした。こちらはロイが5年前に拾ってきたワンちゃんです。昼ご飯を作るためにロイの家のハーブガーデンでバジルをピックしています。バジルソース、うん、パスタの匂いやからこれだったら OKOK。 お昼ご飯に美味しそうなドリンクもロイが作ってくれました。セビーチェは魚介類だけではありません。こちらはコチャユーヨという海藻とコリアンダー、玉ねぎ、レモン汁などで作った海藻のセビーチェです。ランチのメインディッシュはロイのお母さんが作ってくれたサーモンとフェンネルのとっても美味しそうなグリルです。お味はいかがでしょうか。あー、うまっ。おいしい。うん、メリコメリコメリコ。あ、おいしい、おいしい。午後からはロイがご両親と一緒に海沿いのドライブに連れてきてくれました。ここはトゥンバスというビーチです。ここには2010年に大津波が発生し、たくさんの船が犠牲になったため日本から寄付された船が今でも使われているそうです。街を歩いていると路上でパンが焼かれていました。これはトルティーヤ・デ・エンバースと呼ばれる地元マプチェの人の伝統的なパンです。そしてパン自体も灰の中で焼かれているために独特の風味がします。農民や漁師さんが長期保存できるパンとしてよく食べられているそうです。その後ドローン撮影をしているとたくさんの人に囲まれました。帰りの車ではロイのご両親とカラオケをしながら帰りました。帰ってからはこの前市場で食べたカニグラタンパステルデハイバーを作ってみます。カニの身を出すのにすっごい時間がかかりました。10分でこのくらいです。グラタンができたのですがカニの身が少なすぎて4人でちっちゃなグラタン1つしかできませんでした。でもみんな美味しいと言って食べてくれたので良かったです。こちらはチリの市場で売られていた海苔で佃煮を作ってみました。皆さんおむすびにつけて食べても美味しいと言って食べてくれました。翌朝いつものようにロイのチャンピオン朝ごはんを食べました。食後はロイがこれからの旅に必要だからとタイヤの付け替え方法をレクチャーしてくれました。実際にタイヤをつけたり外したりして緊急事態にも自分たちで付け替えができるように教えてくれました。なんとロイはこの付け替えできるセットまでプレゼントしてくれました。本当に何から何までお世話になりました。特にスペアタイヤを車の底から外すのが一番苦労しました。そして午後からはコンセプションの枯れたレンガビーチにやってきました。広いビーチが広がって気持ちいい海岸線です。天気が良かったので車の中の整理整頓をしました。キャンパーの入り口で靴を脱ぐようにしているんですけど、毎日掃除しないと砂やホコリですぐに床が汚れてしまいます。シーツも毎日寝ているのでしっかり干したり乾かしてさっぱりさせました。チリではよく街中でチュロスが売られています。中にはマンハーと呼ばれる甘いキャラメルがよく入っているんですけれども、私は何にも入ってないチュロスの方が好きです。揚げたてを食べれるのが嬉しいです。そしてこちらがドローン撮影をした枯れたレンガビーチの様子です。そしてまたまたロイの家に帰るとなんとロイがパエリアを作って待ってくれていました。とっても美味しそう。ロイは料理もできて DIY で家も作って車の修理もできて本当何でもできるスーパーマンです。今夜がコンセプション最後の夜ということでみんなでご飯を食べます。とってもお世話になったお返しにケンちゃんが一眼レフで撮った家族写真をプレゼントしました。ロイの家族とお別れをしてからも毎月綺麗な景色をカレンダーにして送っています。ロイがハーブティーにして飲みなさいと
庭からハーブをたくさん摘んでプレゼントしてくれました。今でもハーブティーを飲みながら旅しています。 Hello, Roy. Thank you for accommodating us for three days. He's a chef, he can do mechanics, he can build a house, he speaks English, he's perfect. Perfect man. Perfect in Chile. Can you give us some message? Yeah, it's been a pleasure to share this lesson with you guys. Yeah, I will miss you too. Yeah. I will miss you too. I hope we can meet again. Yes. Over here or in my house in Santiago or any place around the world. Mm-hmm. Who knows? Who knows? Thank you very much. Gracias. Oh, you're pretty welcome. Pretty welcome. It was a pleasure. そしてまたまた最後に車を見た人にアカウントをフォローしてもらおうとスペイン語の張り紙をロイと一緒に作りました。そしてとってもお世話になったロイファミリーとお別れです。なんとこの後帽子を忘れ物してロイが車で届けてくれることになりました。ロイファミリーのおかげで楽しいコンセプションの旅でした。